ペマールのサブチャンネルだと思います。こちらなんですけど、昨年ちょうど1年ぐらい前に、まあネタがないということでいろいろとうろうろとしてたら見つかった道なんですけど、この先結局行けなかったんですね、ここがね。で、今この1年経ってどうなってるかっていうのを探索ですけども、ため息がありますね。で、前回はここは雪が降ってて行けなかった感じだったと思うんですよ、確かね。で、今回雪がないんで、まあ、ぐるっと周遊できるのかっていうことで、まあ、この程度はね、別に周遊範囲内ないというかそんな感じなんでいいんですけど。で、今の今まで私、この倒木なんだ、乗り越えられるかな。またその1年前に行けなかった道 のリベンジをしてまいりまして、見事完走できました。もうえらい目に遭いましたけど、正直なとこ、倒木があったんですけど、まあ、その倒木はまだ除去可能やったんで、今回はなんとか無理をして行きましたけど、まあなんというか崖崩れ、路肩が崩れてるところが多数あってなかなか怖かったですね。まあそれはそのうち出しますんで。前回は確かこの辺辺りでやめたんじゃなかったかな。この先が、あ、これは徒歩道だねこれはダメだね。これは車の幅いけないね。これはいけません。あ、じゃあ7、結局雪がなくても行けなかったんですね。こんなため池でも散策路があるんですね。登ってみましょう。いやー、パジェルミニさん、なかなか頑張ってくれてますね。まあ、あくまでこれおまけのサブチャンネルネタなんで、ゆるくいきますけど。でも、ようやく、この2月とはいえ、今年は雪が降らないので、結局、スタッドレスタイヤも履きましたけども、パジェルミニに関しては、もう、ノーマルのオールテレンタイヤに変えちゃいました。じゃないと撮影できないというか、怖いですからね。スタッドレスタイヤじゃ、やっぱ弱いというか、そんな気がするんで。で、その一発目の撮影となっています。今日は記念日ですね。で、ここ右曲がってみましょう。この右は行けるのかな。ダム湖周遊地、こう落ちたら池にはまります。もうカモがいる。あ、でもこれも右もこれは、あー、ダメだ、これも、あー、ダメだ、ダメだ、鳥獣余計あって、あー、この狭さは車道の狭さじゃないですね。これは行くなと言ってますし、まずそこにありますわ。じゃあ、ザッツ、この、なんだ、農業ビルのダムというか、ダムだよね。走っていきますけど、これ二段構えなんですね。すごい。そんなにここは水がいるんでしょうね、やっぱ。やっぱこの田園地帯が広がるから水がいっぱいいるんでしょう。この道は行けなくはないけど、途中で狭くなると嫌なんでやめときます。あ、ここをぐるっと回れるわけですよ。はいはい。でもまあ、こうやってご丁寧にこういうのを作ったらすごいよね、なんかね。やっぱこの治水のためにこの作った代償でこのこれを作ってあげるっていう、なんかそういうなんか取り決めでもあったんですかね、なんか。結構ぬかるんでますね。この野池では色鯉を育てています、魚釣り禁止ですって書いてあります。ここで魚釣りしたら鯉が釣れますんで、色のついた鯉が釣れますんで、絶対やめましょうね。ダメでしょ、ダメでしょ、本当にダメでしょ。
振りじゃなくて本当にダメですよ。はい、じゃあ右の対岸は、走れないと思ってください。今度メインで出る動画でも言ってますけども、この左ですね、ここの左に、林道あります、下川原線って書いてあったかな、はい、ここの、まあ、出花くじかれるようにこうやって飛ぶかるんですけど、今日はもう疲れたんで行きませんけど、今度行きますんでよろしくお願いします。まあ、あとこの辺なんか見るといろいろ脇道はあるんですけど、どうなんだろう、なんかあったら入ってみようか、ちょっとロケハン的に入ってみます。あの奥まで今回は行ってないです。もう一本取ったんで疲れました。ちょっと帰らないといけないし。お、ここに脇道がある。この先にトンネルがあるんですね。鈴越トンネルって書いてあるね。ここに脇道がありました。まあ、旧道ってわけじゃないとは思うんやけど、旧道ではないと思う、ただの林道だと思うんですけど、ちょっと見てみようか。でもこれは地図に載ってんのか。じゃあ、まあまあこういうことをしてるってことで入ってみましょう。4K入れます。でも舗装路ではあるな。